アロハー YouTube! ジグラス YouTuber のりょじちゃんです。はい、今日はですね、はい、Gクラス入荷速報ということで、はい、入荷が決まったもの、はい、入荷日が決まったもの、はい、それぞれ出てきましたね。はい、はい、ということで今日はそちらをご紹介させていただきたいと思います。はい、今日ご紹介するまず1台目の G クラスなんですけれども、はい、今回はどんな G クラスが入ってきたんでしょうか。はい、はい、今日はですね、こちらがですね、新型 G クラスの G350D となりました。年式がまず2021年式。はい、うん、新しいですね。そうですね。はい、で、色がですね、オブシディアンブラック、オブシディアンブラック、はい、これがまあザ・ G クラスっていう、そうですね、なってますよね。なってますよね、オブシディアンブラック。はい、でこちら3点オプションとなります。3点オプション、はい、3点オプションっていうのはいわゆる AMG ライン、はい、ラグジュアリーパッケージ、アダプティブダンピング、この3つの、メーカーオプションですね。主要のオプションが備わっている 350D ですね。この 350D っていうのはこの3点オプションが付いたものが、はい、まあ、主流というかほぼ、そうですね、もうこれが10割が、はい、占めているという、そういうことです。なりますね。はい、はい、でまだ走行距離が1万1000キロ台という、はい、ね、距離になりますので、はい、まだまだ新しいですし、こちらですね、新車保証の方がですね、新車登録から3年ついてきますので、令和6年までですね、新車保証も保証されるという、まだまだありますね。はい、ご安心してお乗りいただける G350D となります。外装色はオブシディアンブラックということだったんですけれども、はい、内装はどういった感じの色合いになるんでしょうか。はい、こちらはですね、先ほど言った3点オプションのうちの AMG ラインがついていますので、ブラックの本革レザーシートにレッドステッチが入ったデザインですね。でシートベルトの方はレッドシートベルトとなっております。インテリアの方はですね、ピアノラッカーウッドのインテリアパネルという、そういったデザインですね。こちらのですね、2021年式 G350D オブシディアンブラック、走行距離1万1000キロ台、こちらの G350D 今ですね、市場相場の方を見てみますと、はい、総額でですね、だいたい1750万円からという、ああ1750万円から感じですね、はい、うん、なるほど。はい、まあそうするとですね、はい、まあ、うん、あのその価格では出さないですもんね。そうですね、はい、まあ、その市場相場よりも必ずね、うん、少しお求めやすい価格でこうご案内したいという、うん、させていただきたいという思いがありますので、はい、当然そうですね、うん、はい、まあ、そうすると、まあ、僕の予想だと、はい、あ、予想言っちゃっていいですか。いいですよ。あ、いいですか。だいたい1700、はい、まあ、20から30ぐらい、うん、はいはい、かなと思うんですけれども、そうですね、まあ、そこでも間違いなく必ず、うん、間違いなくお買い得ですよね、うん、そうです。はい、外れちゃいますか。はい、はい、外れです。外れですか。あ、はい、気になります。今回めちゃくちゃ頑張りました、はい、あ、本当ですか。はい、いいですか。はい、はい、いいです、お願いします。今回総額でですよ。総額で、はい、1700万円切ります。1700万円、はい、を切るんです。切ります。切るんです。はい、総額で1698万円でご案内させていただきます。 G350D、はい、の1万キロ台ですよね。はい、しかも2021年式、そうですね、まだ1万キロ台しても1000、はい、1万1000ぐらい、はい、それが1600万円台なんて、はい、ありますか。ないです。ないです。はい、だからそうなんです、頑張りました。間違いなくこれはおすすめ、うん、ね、価格的にもおすすめ、間違いなくできます、うん、はい。しかもこの G350D っていうのはりょじっちゃんの今一押しの、そうですね、まあディーゼルモデルの右ハンドルというところで見ると僕はすごいおすすめモデルということですね。ちょっと変なこと聞きますけれども、はい、これ以上上がることってないですよね、あの契約を進めていく中で。そうですね、まあ当然プラスアルファのオプションですね、あ、はいはい、オプションがあればそれは別途費用かかりますが、はい、それ以外はかかりませんのでご安心いただきたいと思います。なお日本全国どこでもこの車の方させていただきますので、ご安心してですね、お問い合わせの方お待ちしております。
2代目ですね、ご紹介させていただく G クラス、こちらもですね新型 G クラスの G350D となります。 G350D、 はい、もう一台来ましたか。もう一台来ました。はい、はい、また先ほどの G350D とは違う内容になりますのでですね。あ、違うんですね。はい、それはいいですね。はい、はい、早速ですねご紹介の方していきたいと思います。はい、こちらがですね年式が2020年式の G350D で、カラーがですねポーラーホワイト、ポーラーホワイトの3点オプションですね、うん、先ほど同様の AMG ラインラグジュアリーパッケージアダプティブダンピングのついた G350D となります。なんか僕の勝手な、まあ、個人的なイメージですけれども、はい、G350D の白といえばポーラーなんですけれども、はいはい、そうですね、いいカラーですよね。そうですね、うん、またダイヤモンドホワイトとか違った意味合いでですね、もう白が際立ったカラーかなというふうに思いますので、はい、大変人気のあるカラーですね。そうですね、はい、で今回こちらの G350D なんですけれどもすごいです。走行距離がまだ500キロ以下の低走行の G350D となりますよ。こちらですね、まあ、G350D、うん、やはりもう今廃盤モデルということでですね、はい、もうなかなか新古車の状態のものってやっぱり少なくなってきてるじゃないですか。まあ、少なくてもね、その5000キロとか、うん、先ほどの1万キロとか、それぐらいの走行距離のものがこう多くなっているんですけれども、うん、今回500キロ以下ということでほぼほぼ未使用車ですよね。こちらもですね先ほど同様ですね新車保証の方が、新車登録から3年間ついてきますので、それが令和5年の11月になります。で今年の11月までは新車保証が、ついてくるんですけれども、うん、さらにそこで延長で2年つけることもできますので、そうすると最長で、令和7年の11月まで新車保証適用できますので、新車保証が、まあ、はい、今年の、まあ、5年の11月に切れるわけなんですけれども、はい、その時の車検代っていうのはどんな感じになるんでしょうか。はい、これはですね、まだこの初回車検のタイミングでですね、うん、まあ、オイル交換とかワイパー交換とかそういった消耗品関係の交換っていうのはメルケアの方がですね、はい、対象になってますので、うん、今回この初回車検で、かかってくる費用っていうのが、まあ、税金関係ですね、税金関係とあと、その他、まあ、そのディーラーさんの、うん、まあ、車検手数料の方が、かかってきます。ただ、まあ、圧倒的にですねそういう整備代、法定点検費用代っていうのが、うん、そこは、メルケアの方で、はいはい、無償になるので、うん、今回のこの初回車検っていうのは圧倒的に費用は少なく済むと思いますね。でその車検をディーラーさんで受けることによって、うん、さらに2年の延長保証をつける権利が生まれますので、はいはい、まあ、そこはご相談していただきながらですね、うん、その、延長保証入るかどうするかを決めてもらえばいいかなっていうふうに思います。はい、うん、という内容でですね、うん、もうなかなかこう入荷する機会ももうおそらくないだろうっていうこの新古車に近い、ね、350Dですね、そうですね、はい、もう確かにここ最近入ってきたのも、まあ、数千キロ、まあ、数万キロばかりですので、はい、そうですね、まだ3桁台という、はい、っていうのは確かに今後もなさそうです、そうですね、なかなか、はい、はい、うん、でこちらもですね、まあ、今ですね、うん、400D の例えばオパリスホワイトだったりポーラーホワイト、うん、ダイヤモンドホワイトの右ハンドルをでご検討されていらっしゃる方はですねぜひこの 350D ポーラーホワイト、これも右ハンドルのディーゼルモデルになりますので、こちらをですねぜひご検討の方ですね、うん、おすすめしたいなというふうに思います。こちらはですね正直、もうこの G350D のこの、新古車の低走行の相場っていうのがもう見当たらないですね、ほぼほぼないです、ほぼほぼないですね、はい、ただ走行距離、まあ、例えば5000キロ以下とか、うん、っていう数千キロ走ったものと比べることはできます。はい、で今その、数千キロ走った 350D 市場相場の方で見ますとだいたい1800万円から1850万円ぐらい、うん、このあたりがまあ総額になってきているところなんですけれども、はい、
今回なんと1800万円切ります。5000キロ以下のところで、はい、1800から1050万のところを、はい、今回新古車ですよ、はい、500キロ以下ですよ、ね、はい、なのに1800万いかないんですか。切ります。切るんですね。はい、ズバリ総額ですね、こちらのお値段でご案内させていただきます。この価格でいいんですか。はい、はい、めちゃくちゃおすすめですね。新古車ですよね、はい、もう一度聞きますけれども、はい、新古車で、新古車です。なるほど、いいですね。めちゃくちゃもうお買い得というか、はい、他で探そうと思っても見当たらないですよね、はい、見当たらないと思います。カメラマン君、はい、今日はまだこれじゃ終わりません。なんかあるんですか。はい、なんかこちらの G350 で、はい、さらにですね、はい、なんと純正の前後ドライブレコーダーまで装備されております。オプションついてるわけ。ついております。純正の前後、はい、前後ですね。はい、やはりドライブレコーダー今ですね、うん、お車購入された後ですね、うん、まあほとんど9割方の方がですね、やはりつけるオプションの一つじゃないですか。そうです。でやっぱり前後ドラレコつけようと思うと、うん、大体10万円近くやはりかかってきます。これがなんとすでにもうついている、しかも純正。純正、はい、ということで、うんうん、おすすめのですね、G350D 黒白出揃ったという今日はね感じでございます。あ、ちなみにこの白、あ、この G クラスっていうのはいつ入荷してくる予定なんでしょうか。はい、まだですね入荷日の方は、これから、決まってくるんですけれども、はい、まあ、あの今月中の月、はい、2月中の入荷ということでですね、なると思いますので、また詳細の方決まり次第でですね、入荷速報で、ご紹介の方していきたいなという感じで思っております。はい、ということで今日はですね、2台の G クラスの入荷速報ということでご紹介の方させていただきました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。